どうもなおちんです。聖剣伝説やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はコメントありがとうございます。パルミナの無敵ビルドを教えてもらったんですけども、ものすごく強かったのでご紹介しますね。パルミナはサブで使うと強いなと思ってたんですけども、メインで使った方が絶対強かったです。むちゃくちゃ強い。アビリティの紹介なんですけども、まずアビリティシードは魔法攻撃力をメインに上げてください。で、重要なのがこれ、連続詠唱無属性ですね。全属性じゃなくていいので無属性をつけてください。これがおすすめです。で、ペインマジックとペインマジックオール、この2つも入れてください。そうするといい感じに火力が上がりますね。そしてクラスアビリティですけども、重要なのは3つです。3つ必ず入れてください。まず1つ目、これ、破滅のルーンかな。魔法詠唱中敵から受けるダメージを 30% ダウンする。そしてこれ、天狼ロッカー、これも同じく詠唱中敵から受けるダメージを 30% ダウン、合計 60% ダウンですね。そしてこれ、大喝采、自身が狙ってる敵から受けるダメージを 40% ダウンする。狙ってる敵から 40%、 合計 100%、ダメージをゼロに抑えることができるんですよね。ただし敵を狙ってる時だけだね。自分が狙ってるやつからのダメージを 40% ダウンするので、ボスとの相性がいいです。ボスと1対1で戦う時に、ダメージをゼロにすることができますので、むちゃくちゃ強くなります。まあ雑魚戦ではちょっと注意して戦わなきゃいけないんですけどね。で、あとは、火力が上がるやつっていうのを、メインに入れております。詠唱時間を 40% ダウンさせるっていうのは入れておりません。あれを入れずに、火力を伸ばしてるっていう感じですね。で、あとこれ、これも重要です。効果ですね。のけぞらなくなる。これを入れておかないと、のけぞって詠唱を中断されますので、必ずこののけぞらないっていうのも入れておいてください。はい、まあ、こんな感じのビルドとなっております。今日はね、ボスと戦います。ラスボスなので、ラスボスはまだ見たくないよっていう人は、ここでお戻りください。ではラスボスいきます。ちなみに難易度はベリーハードですね。一番難しくしております。もうこれで十分戦えます。それではラスボスいきますね。使う魔法はダブルスペルかエンシャント、どっちでもいいと思います。大きいやつにはエンシャントの方がいいかな。いや、でもダブルスペルはどこでも使っていけるので、まあ、どっちでもいいのではないでしょうか。ちょっと MP 減らしたいけども、 HP 減らしたいけども、まあいいか、そのままいきますね。いや、やっぱちょっと減らす、HP 減らした方が効率がいいんで、ちょっと HP を減らしたいと思います。まあラスボスがね、難しくなるのは HP 半分からなのでいいでしょう。ちょっと火力が高すぎるな、仲間のモトリアがものすげえ火力高いのよね。 OK、 よし、 OK、 あと1発、いやもう耐えれないかな2発で大体ダウンするからね。 OK、 じゃあ魔法打っていきます。もうね、ぴったりくっついていい、ぴったりで、これ結構避けにくいけども、ダメージはゼロです。無敵なんでね、ゼロです。 OKOKOK、 もう敵にぴったりひっついて魔法を唱えていきましょう。そうすると敵もね、この場で攻撃を始めますので、仲間も攻撃しやすいと思います。 OK、 で、注意すべきは MP 管理、に注意してください。どうしてもね、MP 消費が激しいのよ、これ。激しいですし、いいかない。
このボスの HP が高いので、どうしてもね、時間かかって何発も何発も打たなきゃいけないのよ。だから MP 管理だけは注意。で、ボス本気ですね。ちょっと MP をタイプしましょう。まあ、くるみを3個ぐらい食べれば大丈夫じゃないでしょうか。OK。で、HP はそのまんまで OK です。OK。ダブルスペルをガシガシ唱えていきまーす。普通に戦うとね、ベリーハードのラスボスなんてむちゃくちゃ強いからね。これを簡単に倒すことができますので、やはりこのビルドは最強か。OK。足を止めてとにかく攻撃しまくる。命中中はダメージはゼロ。ひどいもんだよねひどいもんだわ。こんなに余裕にね、最大難易度のコースを倒せるなんて。でこれ結構避けにくい技きました。これでも大丈夫、うん、仲間はもろに食らうんですけども、でも聖剣の導きで全然 OK です。カンカンカン、よし。ではそろそろ倒せますね。足を止めてガン魔法を唱えていきましょう。ちょっと MP がやばいか。若干 MP がピンチかも。ちょっと待ってちょっと待って、あぶねえ。まあまあ即くるみを食べて魔法を唱えます。余裕ですね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。パルミナの無敵ビルドでした。これむちゃくちゃ強いので、ぜひ試してみてください。ボスを圧倒することができます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。